カッパの空と夏休みは2007年の日本のアニメーション映画文部科学省特別選定作品及び日本 PTA 全国協議会特別推薦作品に選ばれた現代社会によみがえったカッパの子供、空と少年、高一との友情そしてそれを取り巻く人間模様を描く環境問題いじめマスコミの報道加熱など日本の社会問題を 風刺しながら大量消費社会へ普遍性を持って対抗する家族の物語でもある。変わるものと変わらないものの対比という構図は、小津安二郎の東京物語と共通している。原作は、小暮正雄の児童文学、カッパ大騒ぎ、カッパびっくり旅。制作発表時の課題は、カッパのくれた贈り物だった。アニメーション制作は、ドラえもん、 クレヨンしんちゃん等で知られる新鋭動画が手掛けているが、本作は同社の原社名変更後初めての劇場オリジナル作品となる。これまでは TV アニメの劇場版が中心だった。監督は、クレヨンしんちゃん嵐を呼ぶ猛烈、大人帝国の逆襲、クレヨンしんちゃん嵐を呼ぶあっぱれ、戦国大合戦などを監督した原慶一。 戦国大合戦以来5年ぶりとなる原監督の新作として注目され、第11回文化庁メディア芸術祭アニメーション部門大賞のほか、第81回キネマ巡邦ベスト10にも選出された。原はこの原作を20年もの間アニメ化したいと願っていたという。1980年代後半、漫画原作のアニメ化が流星となり、このままでは漫画作品しか、 アニメ化できなくなるのではないかという危惧を抱いた。そこで、児童文学作品を読み漁り、出会ったのが、本作の原作の一つである、かっぱびっくり旅であった。原は、アニメ化の許可を得るために、小暮の元へ訪れた際、内容を大幅に脚色したいという胸を伝えた。小暮は、空が、再び世に出るのなら、どんな形でも、と、アニメ化を承諾した。原作は、 東立花市という設定で、群馬県の架空の都市となっているが、本作の舞台は東京都東久留米市に設定された。これは、原が小暮邸を訪れた際に市内を流れる黒目川の橋などを機に入り、舞台として導入したためである。完成の10年ほど前に、エニックスが募集するアニメ企画に応募し、加作までに至っているが、それ以降の進展はなかった。 原は、クレヨンしんちゃんのテレビシリーズと劇場版を演出や監督として手掛けていた頃、本作をアニメ化することが実現できないと思っていた。そこで、本作でやりたいと思っていたアイデアを小出しにしていたという。さらに許可が出れば、クレヨンしんちゃんの劇場版でクーを登場させることまで考えていた。しかし、原の この作品のアニメ化に対する熱意は変わらず、その後、しんちゃんの成果を見た関係者から、やってみましょうと言われ、ついに、ゴーサインが出された。そして、5年に及ぶ制作期間を経て、世に示す運びとなる。原作者の小暮は、完成を目前にした2007年1月に死去。原は小暮への謝罪と感謝の弁をコメントしている。戦術の通り、原作を大幅に書き換えたため、 アニメではストーリー展開や舞台設定が異なる。そして登場キャラクターも増え、各々の心情もより緻密に描かれたものとなっている。東久留米の街並みや田園風景、黒目川周辺、等野にロケ班も執行し、美術設定もよりリアルなものとなった。また、絵コンテの時点で3時間分、約800ページの量があり、そこから、 不要なシーンを10分ほどカットした。初号ラッシュフィルムの時点で2時間50分の差しがあり、そこから、さらに周囲からの提案で、約30分ものカットされたシーンが存在する。原はこれについて、僕としては相当つらい作業でしたと語っている。声優のキャスティングでは、子役とタレントがメインに起用されている。声優を本業としているプロには脇を固めてもらった。 キャスティングは原が自ら先行した。プロの声優のいわゆるアニメ性やオーバーな演技が苦手という原は芝居の上手さよりも子供の声のリアリティを求めたのだと語っている。アフレコでは子役のスケジュールが週末しか取れないこともあり、またやりやすいように大人役は大人のみで子供役は子供だけで固めて別々に録音されている。 空のなまった言葉は、小暮や原の出身地でもある、群馬県付近の方言である、群馬弁に近いものとなっている。空の父役の名木良健一は、すでに、東北風のなまりでの演技で作ってきたが、原から、関東の田舎のような言葉で、と NG を出されている。小竹系の101スクリーンで上映され、興行収入は3億6千万円だった。 2007年の日本映画の興行収入では50位の成績となる。劇場公開前に数多く試写会が行われたほか、国内外の映画祭でも上映され、2007年7月に台湾で行われた第9回台北映画祭では子供映画部門オーディエンスチョイスアワードを受賞。11月に韓国ソウルで開かれた日本映画祭ではオープニング作品として上映された。 2008年9月にはフランス国内でも公開された。2013年7月には高校生になった主人公、高一の回想と後日談とで構成されたノベライズ的作品で原にとって初の小説となるカッパの空6年目の夏休みが二馬車より発売された。江戸時代、カッパの父親が夜道で侍と商人の前に現れ、 池を干拓して田んぼにするのはやめてほしいと懇願する。だが、侍は悪事の相談を聞かれたと誤解し、カッパを切り捨てる。それを見ていたカッパの息子は、突然起きた地震に巻き込まれ、地割れに落ちてしまう。東久留米市に住む、普通の小学生、上原孝一は下校途中、川の辺にうずもれていた石を拾う。好奇心から壁にぶつけて割ってみたところ、中に、 化石のように光らびた生物がいた。孔一は石を家に持ち帰り、水につけると生物は息を吹き返す。それは地中で貸し状態になっていたカッパの子供だった。孔一はカッパに空と名付ける。上原家は周囲に見つからないように空と暮らし、親しくなっていく。夏休みに入った孔一は、カッパ伝説の残る岩手県の塔のに空を連れて旅行に出る。 空は宿で座敷堂に出会うがもうカッパはいないと聞いて落胆する。帰宅した孝一と空は写真誌に無理やり写真を撮られる。マスコミは大騒ぎになり、上原家は報道陣に囲まれ外出もままならなくなる。上原家は空と揃ってテレビ出演する。番組中、空は研究者が見せたカッパの腕が父親のものと確信し、 腕を奪って、犬のおっさんとスタジオを逃げ出す。しかし、おっさんは、自動車にはねられ死んでしまう。空をに拙ない字のハガキが届く。差出人が人間ではない自分の仲間と感じた空は、家を出ることを決意。上原家は、最後の夕食で、空との別れを惜しむ。翌日、報道陣の目をかいくぐって、外に出た光一は、段ボール箱に詰めた空を電車で、一駅行った。 木寄せのコンビニエンスストアから宅配便で送り出す。トラックで空の箱が収穫されるとき、高一は初めて空の心の声を聞く。孔一は空の別れの言葉に涙を流しトラックを見送る。空が配達されたのは沖縄のヤンバル。はがきを出して空を呼び寄せたのは人間に姿を変えて暮らすキジムナーだった。キジムナーはテレビで見た空を案じて、 はがきを出したのだという。空は父親の腕と共に沖縄の豊かな自然の中で新しい生活を始める。ありがとうございます。